それじゃあカウント始めんぞ。5秒前、4、3、2、1、ゴというかやばいぜ。流れるようにスムーズだ。すぐこなれそうだぜ。ガリガリに攻めているわけでもない。ついていけてるのはなぜか。こんなもんじゃないはずだ。どちらにするぜ。血を出せて初めて一人乗務した時みたいな高揚感だ。五感のすべてを総動員してこの体に刻みつけてやる。さあ見せろ、超人的なスピードの本質を。タイムアタック並みに攻め込んでるのに全然離れない。後ろからじりじり来るような嫌な感じのプレッシャー、どこかで会ったことがある気がする。どこだっけ。そうか、分かった。学芸大学を通過して藤原が先行、差は開いてないそうだ。スタートからポジションが変わらずか。相手のドライバーはドラテクよりも戦略で勝つだろう。現存しない車を持ち出してきたことは想定外だ。旧5戦型だったのはむしろ幸運だ。藤原が俺のアドバイスで気がつけばいいんだ。なら心配ねえな。藤原は D に入るまでたった一人でずっと勝ち続けてきた。あいつのひらめきの凄さは俺が一番知ってるんだ。関西最速ダウンキラーと聞けるか。こんなもんなのか。期待して損した。なんかつまんない。さっさとぶち抜いて終わらせる。俺何を言ってるんだ。追っ取られてる。バトルに勝つことが目的なんだろう。だったら誰が運転したっていいじゃないか。違う。そうじゃない。走り屋のプライドがかかってるんだ。俺が走らなきゃ勝っても負けても意味がない。契約は取り消した。今すぐ元に戻せ。わけがわからないよ。どうして君たちはそんなくだらないことにこだわるんだい。信人君は考え違いをしているよ。命をかけるってこういうことなんだ。うっそだろう。こんなところであっさりと前に行かれた。あんなデタラメなツッコミで大外から抜くか。なんだありゃ。めちゃくちゃだけど早い。おっと、思い出した。この下品でブチ切れてバカっ早な走り、あいつだ。宝塚戦で絡んできた真っ黒の覆面のやつだ。俺に勝とうなんて、100万年会えば。来た来た来た、前に出てるぜ。行けよ、ナブヒカ。高級の底力見せてやれ。武蔵小杉を通過、五千が先行。さすがだぜ信彦。このまま逃げ切ってくれ。京子、信彦がプロジェクト D に一泡を吹かせてくれるかも。だぜ。ダーリン、くっそ、マジきつい。ストレートではどうにかついていけるけど、コーナーで負けてる。けどこのポジションなら五千の挙動は丸見えだ。早いところ逆転の糸口を見つけないと。藤原が突っ込み負けするなんて
ただごとじゃないぞ。本当に大丈夫なのか。わかんねえよそんなもん。藤原次第だ。さっき心配ないって言ったじゃん。動力するか。全長25キロの比較的短いです。先に仕掛けて逃げ切った方が有利なのは間違いないが、後半の戦術は藤原なら十分チャンスはある。ケイスケの言う通り、俺たちにできることは何もない。藤原がそのチャンスを引き寄せられるかどうかだ。信彦が取った。関西最速のダウンキラー、アンキンに手を完全に抑えてる。まさか。ことなのか。まもなく四番線の信彦が前だって。本当だ。よし、いいぞ。押さえてる。いけー。なんだ、信彦じゃない。これはどういうことなんだ。聞くの過ぎた。ゴールまであとわずか。いっそこのまま勝ってしまうか。どうせ誰にもわからないんだ。いや、ダメだ。なんとかしないと。信彦くん、信彦くん、僕の頼みを聞いてくれたら願い事を一つ叶えてあげるよ。いられないよ。ついていくだけでもギリギリな相手だけど、時々妙にルーズなツッコミをするのが気になってたんだ。余裕を見せつけて遊ばれてると思ってたけど、そうじゃない。あれ以上のツッコミができなかったんだ。車両重量は軽い方が有利。しかしですね、レールと車輪が鉄同士、摩擦が少なくて滑りやすい。ある程度の重量がないと粘着がない。ブレーキングではフロントに荷重移動し粘着力を稼ぐが、上り勾配ではフロントに荷重を寄せきれず粘着力が不足する。限界を超えた領域でのみ顔を覗かせる。これが超軽量車体の弱点だ。つまり東急五線系は上り勾配の突っ込みに弱いってことか。無助士のアドバイスもこういうことだったんだね。アドバイス何だ。チャンスは迫力ここしかない。願い事を叶えた。違う、それは自分で掴み取るものだ。長くこの2000の走りを見せてもらうぜ。
どうだった信彦、関西エリア最速って言われてるダウンヒラーと互角にやり合った感想は。互角といえば互角になるのかな。無我夢中であまり覚えてないんだ。なんか含みのある言い方だな。そういやいつの間に9000に戻ったんだ。藤原もびっくりしてた。いろいろあってな。ともかくたっぷり見せてもらえたおかげで俺なりに分かったこともある。あの2000に勝つ方法一つしかない。信彦、こっちだ。遅えぞ。悪い。で、こっちが例の坂本だ。チーズ。聞かせてくれよ、信彦。お前が見つけた2000に勝つ作戦ってやつを。今までのデータと自分の目で見た2000の戦闘力を総合的に分析したら、最終的にはすごく単純な結論に至ったんだ。実はそのための車を持ってきてるんだ。二人なら口で説明するより車を見ればすぐ理解できるだろう。プロジェクト D 攻略のリーサルウェポン。こんなのがリーサルウェポンだなんて、お前本気で言ってんのか、信彦。なるほどな、わかったぜ。こいつでとことんやるってわけか。この発想はなかったぜ。まったく、つくづく嫌な野郎だぜ。絶対友達になりたくねえわ。よかったな、いいとこで。親父、なんだよこのウサギみたいな変な着ぐるみは。2000お前にやるわ。あれおめえのじゃねえだろ。